木曽川橋駅は、現在の愛知県一宮市北方町にあった名古屋鉄道尾西線の駅。現在の玉ノ井駅から先にあった廃止区間に存在した駅である。木曽川港駅は貨物駅であったため、旅客駅としての終点は木曽川橋駅であった。一時期、一宮駅、木曽川橋駅間を木曽川線と称していた。 駅名は1910年に架橋された木曽川橋より、この木曽川橋は1937年に木曽川橋の架橋により撤去されている。橋脚跡は残っている。木曽川橋から木曽川橋駅までの距離は約300メートル。明記鉄道明記線の新一宮から岐阜までが1935年に開通し、道線が全通する以前は、 名古屋と岐阜を結ぶ路線でもあった。当時は名古屋側のターミナルであった柳橋駅から木曽川線を直通する急行が運転され、この乗客は終点の木曽川橋駅から木曽川対岸の笠松駅までお徒歩で移動し、そこから再び鉄道で岐阜方面へと向かうという方式が取られていた。清水武市、田中義人、名古屋鉄道車両市場官。 アルファベータブックス2019年 P184ISBN 978から48億6598万8475ありがとうございます。